水彩絵の具で描いた人物、クレヨンで描いたカタツムリ、半立体のアジサイを組み合わせて四つ切りの作品を作ってみました。アジサイの詳しい作り方はこちらの動画をご覧ください。まずアジサイの下準備です。上の端を葉っぱの形に沿って切ったら、切れている部分に画用紙を継ぎ足します。裏からコピー紙を当てて糊で貼っています。そこに葉っぱの切れている部分を描きます。赤っぽい絵の具を少し足して暗い色にしたら、背景の影の部分を塗ります。絵の具が乾いたら葉っぱの継ぎ足した部分を切り取ります。四つ切り画用紙の下半分に置いて葉っぱの上の線をなぞります。アジサイの絵を1センチほど下げてなぞり、重ねた時に鉛筆の線が見えないようにしましょう。アジサイの花の位置も大体で描いておきましょう。準備ができたら、アジサイを見ている人物の下書きをします。傘を差して下を見ている写真をタブレットで撮って参考にするといいでしょう。まず顔を丸く描いて、目、鼻、口の位置が大体わかる線を描きましょう。この線を目安に描くとバランスよく描くことができます。目玉は鼻を見ているような感じに描きます。表情ができたら、唇や眉、顔の輪郭、耳、髪と描いていきます。傘の絵をまっすぐ描くためには、顔の上を通るように線を引きましょう。画像で確認しながら指を一本一本描きます。傘の骨は中心から伸びるように描きます。顔や頭の上を通るように線を引きましょう。肩の線は下を向いているので顔の横あたりに来ます。そこから腕の線も描きます。襟や袖の線も描き加え、重なっている部分の線は消しておきましょう。一番手前になっている手から油性ペンでなぞっていきます。顔も描いていきます。眉毛は一本一本生えているように描きます。髪の毛は塗りつぶさず大体の流れを描きましょう。傘や洋服の線もなぞったら、鉛筆の線は消しゴムできれいに消しておきましょう。下絵ができたら、アジサイの時と同じように絵の具を混ぜながら色を塗っていきます。ここではイエロー、マゼンタ、シアンの三原色を使っていますが、普通の絵の具でも構いません。白と黒を使わずに絵の具を混ぜながら塗っていきましょう。白目の部分はわからないぐらい青を、歯の部分は黄色をほんの少し混ぜて塗ってみました。白いブラウスを着ていますが、ここもほんの少し絵の具を混ぜて、色がついているかついていないかぐらいの感じにしておきます。傘は水色に青のチェックです。まず水色です。たっぷりの水にほんの少し青を混ぜて塗ると水色になります。三角の部分を一区切りにして塗っていくと、傘の布を継ぎ合わせた感じが出ます。顔の色はたっぷりの水にマゼンタとイエロー、それにシアンをほんの少し混ぜて作っていきます。まず髪の間から見えるおでこの部分を塗りましょう。色を確かめながら塗ることができます。ほっぺたの光って白っぽい部分は塗り残しましょう。絵の具を少しずつ混ぜながら塗ると立体感が出ます。色作りが難しい場合は、茶色をベースに赤と黄色を少しずつ混ぜながら塗ってください。耳も忘れやすいのできちんと塗っておきましょう。
爪と手の色は違いますので、別々に塗ってください。唇は赤っぽくなりすぎないように、少しだけ赤を混ぜて塗りましょう。青を多めに入れて、少し暗い色を作ったら影をつけていきます。傘の絵は金属です。灰色っぽい色で塗っておきましょう。髪の毛の色もこの3色を混ぜて作っていきます。水を少なめにして少しずつ混ぜましょう。難しい場合には茶色を元にして青を中心に混ぜていくといいでしょう。黒っぽい色ができたらベタッと塗らずに筆の先を使って一本一本描いていきます。光が当たって白っぽく見えるところには塗らないように気をつけましょう。色を作っては一本一本描いていくことを繰り返します。根気のいる作業ですが、こうすると髪の毛らしく見えてきます。眉毛も一本一本描いていきましょう。目を描くときは黒目を円と考えて、その中心に瞳を描きます。そこに向かって外から中へと塗っていきます。瞳は実際は黒ですが、白く塗り残すことでそちらを見ている感じがします。筆で描くのが難しい場合は黒のペンで描きましょう。残った絵の具を薄めて影を描いたり洋服のシワを描いたりして立体感を出しましょう。傘に模様を描いていきます。骨のところで模様の向きを変えると傘の丸みが出ます。画用紙を回しながら描いていきましょう。傘の向こうに少しだけ残った背景はアジサイの葉っぱに似ている色にしました。筆を使ってなんとなく葉っぱの形も描きました。唇に赤みが足らなかったのでほんの少し足しました。あんまり赤くすると口紅を塗ったようになるので気をつけましょう。人物が出来上がったらアジサイを貼ります。アジサイの花を見ている感じにしましたが、なんとなく物足りないのでカタツムリを描くことにしました。白っぽい色でカタツムリの形を描いてから輪郭を描いたり模様を描いたりしました。小さな目玉は鉛筆の先でクレヨンを削り取って描きました。実際にやってみて、水彩画もクレヨン画も根気強く少しずつ描くと良いことが分かりました。親子のカタツムリを見つけた女の子の目は驚いている感じを出すために実際より大きく描いています。カタツムリは折り紙で折ったものや別の紙に描いたものを貼ってもいいでしょう。四つ切りの作品を仕上げるにはとても時間がかかります。今までに作った作品を生かすのも一つの方法ではないでしょうか。